おはようございます。10月3日今日のコーヒーはですね、静かな夜にしました。はい、結構今日は暖かいですね。とりあえず、もう10月も3日になりましたが、なんか結構暖かいです。はい、静かな夜ですね。マンデリンベースのブレンドとなっております。はい、玉木の方はですね、チロルチョコレート、アピールしております。ブルワンギフト、箱入りじゃない場合は、チロルチョコレートがつくよという、パターンでございますね。はい、そして、今日の格言、今朝の格言ですね。根拠はどこに存在するかを考えるかが大切である。この場合当然コーヒーに関することですけど、その自分がその考える拠り所ですね、その根拠は、どういうとこにあるか、つまり誰々が言ったからそれを信じるとかでは、あんまり意味ないですよね。まあとりあえず、やりましょう。まずは残ります。つまり一番に良くないのは、誰々が言ったから正しいんだという考え方ですね。これは一番どちらかというとダメですよね。当然誰々が言ったという偉い人が言った場合、まあ大体合ってると思うんですよね。正しいとは思うんですよ。ただそれはその自分が追試して、あ、正しいなと納得したならそれは正しいけど、それを聞いただけの場合は、それを正しいと思ってはいけないというふうに思います。つまり、根拠というのは自分がなるほどと納得した時点で根拠となっていくものであってもらいたいと思うんですね。だから、うちは松屋式で今電子レンジを使った実験やってるわけですけど、僕が言うから正しいんではなくて、僕が言ったことを、そうなのかと思って実際に、例えばレンジを使ってやってみて、あ、なるほど、これが言いたいのねっていう風に、なることが大事だと思うんですよね。つまり、根拠は基本的に自分が納得するっていうことが根拠であってもらいたいというか、そうすると、新しい発見とかなんかも、できてくるんですね。出来上がるんですね。ところが誰々が言ったっちゅうことを信じるっちゅうのは、もうその人以上にはなれないんですよ。もうその人が絶対で、もうものを考えてないですから、誰々が言ったっちゅうことを信じるっちゅうことは、ものを考えてないですから、ものを考えてなかったらそれ以上の発展はないと思うんですね。その点、例えば偉い人が言いましたっていうのを、本当かなと思って実際に追試をしてみると、で追試をしてみて、ああなるほど、そういうことかっていうふうに、自分の中で納得したとしたら、じゃあこの偉い人が言ったこのやり方をこうやったらどうだろうかというふうに、工夫することが可能になるんですね。ところが追試をしない状態の場合は、もうただ、見よう見まねでやってるだけですから、もうずっと同じことを繰り返すことになっちゃうんです。で、同じことを繰り返すっていうのは別段悪くはないですけど、結局は何をやってるかっていうと、ただ、通り一辺倒に、例えばドリップだったらお湯を差す、言われた通りにこうやるみたいな感じになると思うんですよね。
そうじゃなくて、その人がどういう意図でこのことをやっているのかっていうのが、見えてくると、じゃあこの人はこういうふうにやってるけど、この部分をこう、直したらもっと良くなるんじゃないだろうかとか、いうふうに、工夫が、自分独自の工夫ができるようになるんですね。で、その自分独自の工夫が一番価値があるんであって、偉い人が言ったことをただトレースしてるだけだったらあんまり、意味ないというか、それ自体が、進歩していかないので、あんまりいいことではないと思うわけですよ。はい、いきます。はい、まず外側にお湯を差し、落ち始めたら真ん中ですね。さあ、今日は何分のところに来るでしょうかね。結構あれですね、泡はある感じがしますね。はい、前半終わりですね。ここが1分半っていうことはちょっと早めにいけてる感じになりますよね。泡が、多く出てる感があるのは、水位が上がってるからってことにも、なるのかなという感じがします。この感じからすると、4分前後のとこで収まりそうな感じがしますよね。で、だいたいこの1回目の、中等1回目の中等って、蒸らしではなくて、前半の、抽出ですよね。前半の抽出である程度泡がこう出てきた感があるっていうことは、後半の抽出の時に泡が出てこないんですよね。ガスが抜けてきてるわけだから。そうするとその分だけこうお湯は結構抜けてくれる可能性があるわけですよ。で、スムーズにお湯が通っていくと、時間的には、短い時間で、いけるんじゃないかと。こうすると、4分前後のとこに、着地点が、行くんじゃないのかなという気は、しておりますが、実際どうでしょうね。4分になるのか、4分半になるのか。実際今このお湯の通り方からすると、4分前後のとこまでで収まりそうな気はしますけど、で結構4分にする割には結構丁寧にお湯さす感じになってるんで、このお湯をかけた時に泡が出る雰囲気がないわけですよ。だからそう考えると、まあ抽出時間はどちらかというと短めにいけるんじゃないのかなという気がしますが、
あ、4分行きましたか。思ったほど早くはなかったですね。4分半行っちゃったね。前半の雰囲気だと結構あれかなと思った。早い時間で終わるのかなと思ったけど、そんなことなかったですね。行ったんだ。こうなるとちょっと、なんかなというふうに、ちょっとわからなくなりましたね。伸びた雰囲気は後半だろうとは思うんですけど、後半お湯の通りは悪くないなっていう気はしたんですけどね。だけどこうなんつうんですかね、泡が出てない感、後半の泡で出てない感だとすると、濃さとかなんかも出てそうな気はしますけどね。ないですね。あんだけ、後半お湯が丁寧に注がれる感じになってたにもかかわらず、今日思ったような濃さではなかったですね。もっと濃いかと思ったですけど、濃くなかったですね。なんでだろうね。ちょっと謎ですね。また考えてきます。はい、玉木、ブルワンフルセット、これにもチロルがつきます。もうチロルチョコをあげちゃうよ大会みたいな感じですね。はい、ブルワンフルセット、チロル付きでございますね。はい、そして今日の、朝、10月3日です。朝のコーヒーはですね、静かな夜、マンデリンベースのブレンドとなっております。そして、今日の格言ですね。はい、ちょっと、途中からちょっとコーヒー立てる方にちょっと気を取られてましたんで、格言ほったらかしになりましたが、根拠はどこに存在するかを考えるかが大切である。まあ根拠が、誰々が言ったから、特にまあ僕なんかが言ったからなんて勘違いしないでくださいね。僕は意見をすぐ変えるタイプなんで、とりあえず自分でやって、判断していくっていうことをしていただきたいと思います。はい、それは僕以外のいろいろな人の、意見ですね、考え方に関して全部そのようにした方がいいと思います。はい、ということで、今日はここまでで仕事戻ります。